うん、後ろはこんな感じ。ライン界のアイドル。横はこんな感じ。ムーンのいい笑顔だね。フロントはこんな感じだね。はい。やっぱラインポップ神ゲー。やっぱ僕ね、ラインポップ結構得意で、まあ、4人中よく1位取ってますね。先週とかも1位でした。やっぱ上にはピカチュウも好きって書いてある。僕結構ね、ピカチュウも好きなんだよ。さあ始まりました第3回イタジャスーパーミラクル坂滑り大会ということでね、はい、実況の小堺です。はい、あとこの大会は今回が初ということで、ちょっとルール説明をしたいと思います。イタシャに乗り坂を滑り一番ダメだった人にはイタシャだけにとても痛い罰ゲームが待っているというあれですね。でそして実況の小堺私仕事なのですが、パズドラというアプリのゲリラダンジョンでちょっとルビドラをちょっと取らないといけないんで、その素材で進化させないといけないんで、パズドラちょっとやりながら実況します。はい、始まりました。春馬&釣り目選手第1人目の走者ですね。はい、どんな走りを見せてくれ。おーおー、止まりましたね。いきなり止まりましたね。どうしたのでしょうか。何かあったのでしょうか。ガスケツとかでしょうか。それとも企みがあるのでしょうか。おっと、滑らない。おっ、動き始めた。どうした。あ、はい、ちょっと今ルビドラのでかいやつが来ないんでちょっと困ってます。ルビドラのでかいやつの素材を取らないといけないんで、ちょっと今焦ってます。はい、めっちゃ強いこいつら。ルビドラめっちゃ強い。あーやばい。キング来い。でかいの来い。じゃあでかいの来た。よし、これ落とせば進化できる。これで落とせば進化できるぞ。落ちろよ。しっかり落とさないと進化できないからな。よし、ルビドラでもそこそこルビドラ強いんだよね。まあ焦らずやれば勝てる相手。待って、死んだ。ええどうやら審議に入ったみたいですね。ちょっとルビドラ逃したショックでもちょっと僕はもうちょっとダメですね。はい、すいません。